宮古島平良港です。昨日引き揚げられた機体の確認作業が続いています。先月6日、陸上自衛隊のヘリが消息を絶った事故で、今日引き揚げられた機体の錆を防ぐ処理などが停泊中の作業船航洋丸の上で行われています。機体は明日以降、所属の熊本県の分屯地に運ばれる予定で、フライトレコーダーの解析とともに事故原因の解明が進められます。ちょっとだけ安心してる。フライトレコーダー、それがもう早く安定して、なんかどうしてこうなったのかなっていうのが気になってはいるんですけど。一方、現場海域では作業船新世丸による残る機体の一部の引き揚げ作業や、自衛隊によるまだ行方がわからない隊員4人の捜索が続いています。